おこし屋さん上名店街、今回はクリスタルワールドさんに伺います。天然石がいっぱいのお店なんですが、早速伺いましょう。はい、本当にあの素敵なパワーストーンなどもたくさん置いているお店です。こんにちは。こんにちは。はい、お話を伺いますのは佐々木智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、クリスタルワールドさんはもう本当に珍しい天然石がいっぱいなんですけれども、はいはい、まずどんなお店かご紹介いただけますでしょうか。はい、2階とか原石がたくさんあるんですけども、はい、こちらですね、あるんですけども、あの他のお店ではちょっと扱ってないような特殊な鉱物、はい、珍しい鉱物がたくさん置いてまして。あ、そうですか。そうですね、数がものすごくたくさんあって、あとお値段もちょっとお安めであるので、はい、そうすると石好きには本当にたまらない。そうですね、はい、そういう商品がいっぱいと見るだけでも楽しいですね。楽しいですね、はい、博物館のようなお店ですね。そうですか、はい、はい、そして、母の日が近づいてまいりましたが、はい、母の日に結構、最適の、はい、プレゼントに最適の商品があると伺いましたが、例えばどういうものがありますでしょうか。淡水パール。淡水パール、はいはい、こちらにも、店頭にも随分飾ってますけれども、淡水パールのネックレスでして、一応こちらもネックレスに加工されているものなんですけども、はい、こちらをプレゼント5000円で淡水パールを出させていただいてまして、石言葉がございまして、はい、美と健康って言われて、お母さんにすごくぴったりなものになります。そうなんですか。はい、淡水パールっていうとどうしても形がこう、はい、結構いびつというか、う、ね、いろんな形がありますよね。これ結構綺麗な円形ですね。綺麗な丸いものをちょっと揃えておりますので、はいはい、なんか今までちょっといびつなイメージも、こういう、まあ、その形がいろいろあるっていうのが良さでもあるんですけども、ね、はい、もうすでにこのネックレスの仕様になったものが5000円。5000円で、はい、あ、いいですね。お母さん喜ばれますね。はい、その他にもこちら店頭にいろんな石がありますが、はい、これはどんな風にすればいいでしょうか。こちらもですね、ネックレスでしたり、あとブレスレットストラップ、紫水晶もあります、はい、アクセサリーにこちらで加工することもできますので。あ、そうですか、はい、ストラップなんかもお手軽でいいですね。そうですね、今すごく人気がありますね、天然石のストラップは。はい、他では置いてないので。あ、そうですか、ね、結構お手軽な値段で素敵なプレゼントができそうですね。はい、そうですね、たくさんございますので、はい、ぜひお越しください。はい、はい、お話は佐々木智子さんに伺いました。ありがとうございました。